ってるら今回に関しては豚屋さん正義感感じるから違うと思ってて、うん、まあでも分かるやっぱりね、ゾニキさんあたりが行きたいな、みんな冷静に考えて一致するわけないんだけど、冷静に考えて、ゾニキさん釣られたのがスミさんだったかな。大意識低いから押したくないな、ちょっと。くっそ。いや、俺の方が早かったのに。ないぼないぼ。いや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 。いやいやいや。譲りませんよ。あ、先端さん。はい。チャンネル登録20万人 おめでとうございます。ここでね、ここで、まあ、ありがとうございます。大丈夫これ。おめでとう、センター。いや、僕ね、釣られるの夢だったんですよ、おめでとう票で。おめでとう。夢が叶ってよかった。やるしかないか、じゃあ。エアシップからバンジージャンプがしたいってことですかね。そう。したい。やってみたいですよね。せっかく空飛んでるんだから。そうだよね。バンジーだったら死んじゃうから、多分。引っ張る、ずっと引っ張られて死んじゃう。スカイダイビングならできるけど、うん、バンジーだから死んじゃう。せっかくだから入れますか、プテアさん。じゃあバンジーは大変だ、入れます。でもやっぱり、ね、お願いします。ないとね、やっぱり、ね、10万人だからね、なかなかできることじゃない、ね、そうだよ、ね、超じゃあ入れね、俺も銀盾2枚だよ、銀盾2枚。ちなみにすごいな。ちなみに20万というとね、台東区と同じぐらいです。うーん、台東区が全員チャンネル登録してるぐらい。台東区が登録するのか。おめでとう。え、いや、おめでとうございます。おい、夏目先生入れた人、これをこいつらが犯人だ、こいつらがスキップに入れろ、お前ら。おいー、ありがとう、バイバイ。夢が叶ったよ、ドラえもん。わーい、夢を叶えて、ドラえもん。おい、誰だ、票をばらけさせたやつ。あいつらが犯人だぞ。二択にせえ。やったー、夢が叶った。インポスター2票絶対あるな。台東区の総意。はーい、生存確認です。あれ、みんな生きてますね。センターさんが死んでない。お前殺すんだよ、お前ら。うん。あれ、センターミュートなんでしてるんだろうね。おかしいな。したいな。多分20万人超えたからさ、なんかあれじゃない？視聴者さんに挨拶してんじゃないの？あ、ファンだから。ファンだからかな。そうだね。ちなみに投票洗いますか？投票洗います。ちなみにセンター入れたのは、はい。はい、砂ザメです。砂ザメサクヤです。サキ、はい。数名砂ザメサクヤって。二票が。そう、ナチュラル二票って誰？はい。死に票すぎる。エレジ。欲しがりだなと思って。魚です。今も。夏目先生も欲しいんですか？いや、欲しくない。夏目先端のローラーでしょ。あ、ローラー。おかしい、おかしい。ローラーは夏目ですもんね。これさ、流れじゃないじゃん。だからローラー。攻めよ、攻めよ。攻めた方がいいですね、これ。だってもう、攻めたいけど、男のローラー、男のローラー。え、こういうところで攻めるの？ちょっとなんかネタになっちゃうかもしれないけど、僕、センターに入れてるやつが、まあ自分もそうなんだけど、インポさんいるでしょと思ってな。4ローラーで勝ちじゃない？ 4 ローラー、プテスナ、タキ、サクヤ、4ローラーで勝ちじゃない？これ。でも、夏目先生いっちゃったから、変わってほしいで。おっ！最悪すぎ。マジでなんであんなパスしたの？え、いやちょっとでももうなんかリアクションも取れなかったわ。インポスターだって、おいみたいな、二人みたいな感じになっちゃって。クルーの時にやってくれよ、マジで。いや、マジで本当ごめん。ちょっと空気読めんかった、そこは。そこいつ
お、夏目先生インポスター。これは男のローラーするなら男のやつ行っちゃいます？いや、でもローラー男のストップ。男のストップです。釣られたくないマン。人間側じゃない。絶対釣られたくない男。ふてらたかす。にインポスターいたら終わっちゃう。ていうかさ、先端投票からの夏目投票はいますか？あ、逆にね。あ、今サペです。あ、カキさんプロじゃん、じゃあ多分これ。じゃあ僕もプロです。めちゃめちゃ美味しい思いしてるやん、これ。カキさんプロです。これが狼やったらね。カキさんプロじゃん、二郎。僕、先端スキップ。僕は夏目夏目です。夏目嫌いだから、夏目。いや、嫌いじゃない、嫌いじゃない。やめてすね。そうや、スキップ夏目です。スキップ夏目。一番レアだ。夏目の派閥もいるんだ。先端夏目か先端スキップか、ごめん、どっちか忘れた。いや、でもこれ、昨夜さんと柿さんの二郎ケアして、柿さんを一旦落としとくとか、あれ、あ、昨夜さんとか、ね、どういう進行か。7人、7人二郎か一郎場面って、ちょっと、いや。いや、でも、したいってこと？でもそういう議論誘導してくるプテアシさんが、そうね、怖いよ。ああ、まあ、中心はプテアシさんですよね。なんか、ふぅ、うん、俺来るんやったらプテアシさんまでってほしい。じゃあ、プテカタって行くじゃん。じゃあ、俺ね、今回に関してはプテアシさん正義感感じるから違うと思ってて。うん、まあでも分かるね。やっぱりね、ゾニキさんあたり行きたいな。みんな冷静に考えて、1スキップ持ってないよ。冷静に考えて。1スキップ持ってないよ。でも私でもスキップスキップなんですよ。うん、一番なんかゾニキさんは平穏にするね。白いね。平和。白い。ゾニキさんはスキップスキップってさ、めちゃくちゃ、人狼始まった。なんか楽役職のない人狼始まった。こうやって歩いてる。20万人だよ、ゾニキさん。20万人っていう気持ちはないの、ゾニキさん、それに。いやー、確かに祝っておくべきだと。それなら、ナダメさんの15万も釣りましょうよ。いや、なんで ?1 キロ15万なんですか？これ、おめでとうございます。さん急にちょっと、それ、この釣り方ちょっと怪しいよ。もう。落としたら、なんだこのゲーム。おめでとうございます。おめでとうございます。ナダメさん。バラけさすな。おめでとう。いや、ナイス、さすが、いい考察だった。ナイス。ナイス。はい、あの、申し訳ない、クソゲー始まります。じゃあ、メッセージ。インポスターは、夏目先生と。たまにはね。あ、夏目だ。神考察。夏目か。いやマジで天才やね、みんなね、すごいね。これ言えるのがなんかインポスター悪くない、先端も誰も悪くないっていう。もうなんかね、なんか違うゲーム始まったなって思いながらもう終わったコマで終わっちゃう。始まったな。これはもう入れるっしょ。それはもう。砂田さん15万人おめでとう。ありがとうございます。ごめん。やっぱまあちょっとね、記念を迎えてしまったが上の。もう1000ぐらいはね。あ、15万人迎えたのが悪いっていうことで。とんでもない振り方だったら山形。バンジージャンプの先に2人いたからな今。砂田さん完全に流れ玉っていう。流れ玉が。たくさん釣る流れだったのに気が回ってきたよ。すごい黒塗りしてくるから。え、もうガッツポーズだったよね、先端釣られて。よっしゃーよっしゃー。完全に傍観者でいたら、で、まあ、多分、プテハシさんがちょっとなんか、わちゃわちゃってなってたら、まさか自分に飛んでくると思わなかった。急に。もう俺、なんだったらもう、あの、ニンポスター残りで負ける可能性あったから、もういいよいいよって思いながら。勝つとは思わない。適当に釣れば1人ぐらい釣れるでしょみたいな。そう、適当に釣れば2人釣れちゃったよ、今。ナイス。行きますか。はい、お願いします。こんなことあんだな。ゼロ死体で神考察っていうタイトルつけよう。インポスター何も言えない。ゲームエンド。